今思えば、この一年、いろんなことがあったな。親友の勇者と、誤って優先帳に迷い込んだこと。そこで不思議な力に目覚めて、そこからリーオーおじさんや店長と一緒に始めたバイト生活。もちろん、バッヘやベーダネーと知り合えたこともね。そして、人間界を巻き込んだネメアの事件。なんだかんだで、結果的にはお店に一人居候が増えました。そして一年後。僕の名前はヤン・ユモ。めでたく大学生になりました。できたら装備のテストを始めますね。うん、大丈夫。お願い。それじゃ行きますか。それでは始めますね。よろしくお願いします。よっ、チャラッハッセラッヘイヤッドチャレッ。よくできました。次のフェーズに移りますね。こうかな。チャッとんヘイヤッよっチャラッハッヘイヤッ。邪魔だ。ユモさん、上出来です。出てこい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 。ユモさん、上出来です。最後のフェーズです。頑張ってください。よく調子が上がってきた。パワー全開。行くぞ。上出来だと言いたいところだが。利用。数値が正常。利用。おう。いや、だから。おい。はい。指令、そうすれば。指令、うん、あ。おう。
それじゃ早く店に戻ろう。企業のヘスペリアグループの紹介でした。お次はゲストにヘスペリアの CEO ショエルさんをお迎えします。全国ショエル皆さん、エネルギー当初のそれは当初はこの技術実際台北持ちおぉよしあと見たおばあやまねへえおぉバケロ？バカ言ってんじゃないよ。この頃、災いが減ってきたな。いいことだが、少し腕が鈍ってきてるぜ。僕も、消費カロリーが減ったせいか、少し太ったかも。まあ、コンロンがやってることも、応急措置に過ぎないけどね。流脈管制システムのコアが抽出された今、元に戻す方法がない以上、仕方ない。メア、あんなところに戻りたくないよ。おばちゃん何食べるし、レアちゃん大丈夫だ。
へいや。よし来た。ほら。せい。柱に触れると災いが現れる。ここがエネルギーを吸収してるのか。まずはエリキラを何とかしねえとな。肩が痛いし、何度やっても面倒だな。俺も仕事だ仕事。文句は後だ。速攻で片付けよ。了解。よかった。いつもの災いみたいだね。これなら楽勝だよ。出てこい。また悪い癖が出てるぞ。出てこい。足に乗るといいことないって言ってるだろ。いや、分かってるよ。ただ言ってみたかっただけ。真面目に行くよ。はっ、と、邪魔だ。よっ、いや、はらっとれ。はらっと、いや。本当にカプセルが動いた。じゃ入ってみるか。
奥に通じる道があるといいんだが。なんだか強そうな災いだな。面倒な相手は嫌だな。だから仕事だ仕事。続けて攻撃すれば相手は手出しできないから面倒じゃない。そりゃリオ、ぶつかろう。出てこい。行くよ。出てこい。